い、皆さんこんにちは、ワネルグルビジです。では今回は提督の決断法パープキットドイツ軍プレイ続きをやっていきたいと思います。で今ですね、参戦している国はドイツとイギリスのみで、日本とアメリカはまだ未参戦という状況なので、まあ、艦隊が領海を行き来するのはイギリスとドイツの間だけということになります。で画面見ていただいて、分かる通りですね、ドイツは支配海域が5つのみで、当然収入が少ないので、もう積極策で打って出ていくしかないんですが、まあ、残念ながら艦隊特に海軍が弱いというのがあるので、前回お知らせした通りですね、U ボート潜水艦を大量に作って、その潜水艦で敵の艦隊戦力、これを、減衰させてから主力艦隊を送り込むというような動きを考えています。で前回ですね、北海ここに侵攻をかけて、イギリス軍の艦隊3個艦隊が入っていたんですが、ほぼほぼ壊滅させましたというところで、戦艦の中にはイギリス軍の戦艦、さらには空母というのも含まれる形で、まあ、大戦果を上げたというのが前回になるんですけども、今回はその続きになります。で早速ですね、まず傷ついた艦隊を戻しましょうというところで、第一艦隊、ダメージがやっぱり出てしまっているので、この第一艦隊第二艦隊一度ドック入りさせましょう。でさらに第三艦隊がですね、これ補充用の艦隊という位置づけに今となってはなっているので、もう組み込んでしまいましょう。第3艦隊が、まあ、一時的に消滅するという形になります。で潜水艦隊の第15艦隊は、まあ、無傷なので、このままここに残ってもらいましょう。よって、まず第1艦隊ですね、まあ、本当だったら艦隊再編して、残る艦隊を作ってよりいい守りを、ね、強固にしておきたいなというところもあるんですが、まずこのデンマーク沖に関して言うと、それなりにいい航空戦力入れています。特に爆撃機94機、さらにこの無傷の第15艦隊潜水艦隊ですね、これが入っていますので、これで一旦デンマークはしのごうという内容です。では内政から始めていきましょう。まずですね、しっかり入れておきたいのが技術開発、技術のドイツというところなんで、しっかり入れておきましょう。で物資援助は石油の押し売りをしておきます。で諜報活動はやっぱり欲しいのがドーバー海峡、ここは欲しいので、諜報活動スパイを送り込みましょう。であとはですね、艦隊作る上でというところなんですけども、今空母が、まあ、残念ながらこのドイツ軍にはないということで、今この大型アキラ型という空母を開発中です。あと1週間で開発が終わります。これ139機、ただし速度が遅い低速の大型空母になるんですが、これが完成したら、すぐに、まあ、2隻ぐらいは製造したいなと。でそうすると延べ300機近い航空機が必要になりますので、航空機をね、今回新しく設計していきたいと思います。まずは、今ご覧の航空戦力しかない、作れるものがないので、この中から選ぶんですが、このユンカスをベースにまずは爆撃機を作っていきましょう。でやっぱり、ね、爆撃機ってなると航続距離4000キロぐらいは欲しいので、一旦4000キロにします。で当然爆撃能力なんですけども、急降下はつけたい上に爆弾は大きければ大きいほどいいので、一旦1000キロで設定してみましょう。そうすると最高速度が320で航続キロが4000キロの爆撃機が出来上がりますというところですね。他変更できるところで言えば、雷撃能力つけるつけないっていうのはあるんですけど、まあ、これそもそも爆撃機なので不要ということで、これで一旦
初戦で戦えるだけの爆撃機ということで、使っていきたいなというふうに思います。じゃあ、爆撃機、名前をつけましょう。どうしようかな。いつも虹型ってつけてるんですけど、そうだな。爆撃機なんで、爆撃という名前はどうしても入れたいので、二次爆撃機にすると日本軍でプレイしてた時と同じになっちゃうんで、レインボーにしよう。レインボー爆撃機の1型っていう名前にする。入らないかな。入らないですね。16文字。まあこれ半角の16文字なんで、入らないので、まあ、違う名前にしようかな。そしたらバカラにしようかな。バカラ爆撃にしよう。の、まあ、初期型ということで1にしておきます。バカラ爆撃の1です。これ10周かかるか。思ったよりかかりますね。まあ、ただそれでも作っておきたい。あとは艦上の戦闘機、艦上の戦闘機も残念ながらないので、この艦上爆撃機をベースに作るしかないですね。じゃあ逆にね、空戦能力は高くしたいっていうのと、あと、爆撃機と同じ航続距離にしておかないと外れていってしまうんで、空戦能力を B ぐらいまで上げますか。これで最高速度は260キロ。これはひどいな。最高速度が301キロまで増えた。けど、13周か。開発期間に13周は避けられないぞ。そうすると、空戦能力ちょっと下げるしかないかな。開発期間は10周までは許容できるんで、これでいきましょうか。で、バカラ戦闘の1にしましょう。まあ、護衛かな。目的としては護衛目的なので、バカラ護衛機にしましょう。この虹とかバカラとかって何っていうの気になる方いれば、ツイッターの方を覗いてください。これで一旦じゃあ、飛行機周りは良しとしましょう。で、生産は今回は見送りますか？いや、直延期はこの後必要になる可能性が必然的にあるので、直延期として、艦上の爆撃機、いやー、必要ないな。やめておきましょう。アルミは節約。で、あとはですね、今回沈んだ、北海で沈んだ艦艇の補充という意味で、艦船ですね。まあ、ある程度打ち合える、ものが欲しいので、イギリス軍の戦艦と打ち合える、戦艦ってなると、ちょっと全然お金のかかり具合が変わってきちゃうので、まあ、手法が、そうですね、今、巡洋戦艦だと、大型アキラ作るのに2046かかるか。となると、ちょっと今回は見送った方が良さそうだな。本当だったらここの巡洋戦艦あたり作りたいところなんですけど、大型アキラ型の空母作った後に、ものすごくお金をかけて飛行機を作らなきゃいけないので、お金が不足することがちょっと容易に想像がつくので、一旦今回は製造を諦めましょう。これでじゃあ時間を進めちゃいます。
で、大型のアキラ型、これが製造可能になりました。7週間か、思ったより早いですね。じゃあ、先に絶対にやらなきゃいけないところだけ入れておいて、いや、ドーバー海峡、さすがにイギリスの本拠地だけあって、なかなか硬いですね。スパイがなかなか入り込めてない。んで、今回は、艦船としては、大型アキラ型の空母、これを2隻、新たに製造します。アウドムラいいね、アウドムラ。アウドムラは、ゼータガンダムでね、出てきましたよね、アウドムラ。アウドムラの姉妹艦何でしたっけ？ちょっと名前が出てこないな。こん中見ていけば出てくんじゃないか。ちょっとね、名前もう忘れちゃいましたけど。ミーメルとかにしときますか、じゃあ。特に理由はないんですけど。これでお金が4093。なかなか厳しいな。本当だったらこの低速の空母につける護衛艦ですね。護衛艦をいくつか作ってあげたいんですが、いかんせんお金がないので、ちょっとやめとく。いやー、護衛つけてあげたいけどな。2隻ほどだけ作りますか。もう完全に。空母の護衛で随伴艦ですね。扱いとしては。んで、輸送船の数がそもそも足りてない。足りてるね。なので、これは一旦このまま止めおいて、ドイツドック入りした艦隊、これだよね。どれくらいで戦力回復してくれるか。中波、小波、小波。中波、中波。あと1週間で回復できるな。第1艦隊の方だけはどうしても、あと2週間かかりますけど、これはだいぶ救われますね。で、あと未配備艦。これが、次入ってきてくれれば、だいぶ助かるな。まずは、ケージンをベースにした艦隊、第3艦隊っていう位置づけにはなっちゃいますけど、作っちゃいましょう。で、これは、まあ、時には高速艦隊として、で、時には、消耗した、主力艦隊の補充として当てていきます。で、さらに、新編成で、潜水艦隊作っていきましょう。もうね、こっから下、ずらーずらーと、潜水艦です。この潜水艦でこの戦争を勝つ。で、これで潜水艦隊がだいぶ整備された形になるんで、この潜水艦隊の、まあ、攻撃力を持って、敵艦隊に忍び寄っていこうという感じですかね。どんだけの潜水艦隊が作れるんだっていうのはあるんですけど、これ見ると、さらに作れそうだな。この潜水艦でだいぶお金、鉄使っちゃったっていうのもあるんですけど、今の艦隊戦力考えるとね、どうしてもこの潜水艦が、まあ言ってみれば命綱なので、この命綱をね、大事に大事に使っていきましょう。では艦隊を動かします。まず第3艦隊、これを一旦デンマーク沖まで進出。で、さらに潜水艦隊ですね。これもデンマーク沖へ。
これでいいでしょう。で、従順が、4隻。完了ですね。おお、メーザ準備と、艦上戦闘機、これをベースに作ってもよかったかもしれないな。まあ、今更なのでいいでしょう。北海攻略失敗なので、もう一回北海攻略行います。で、回復した艦隊、これを動かしましょう。第1艦隊はもう1週間待たなきゃいけないので、第2艦隊をデンマークへ動かして、次のターンで北海へ再び攻め入りますという流れですね。では、また技術開発と援助だけしておきます。物資の相互援助ですね。メーザ趣味と2つ艦上の戦闘機、まあ、これもね、ちょっとお金に余裕がある時にやりたいので、今はあくまでも目先の戦闘のためにお金は貯め込んでおきましょう。では、今回は空母待てないので、艦隊を動かします。どの艦隊を動かすかなんですが、まず主力の第2艦隊、これは投入したいので、第2艦隊と第3艦隊を一部入れ替えましょう。これで第2艦隊に揚陸艦が入ったので、あわよくば揚陸艦による占領ですね。これを視野に入れていきます。あとは潜水艦隊を投入、第13、第14の両潜水艦隊を投入していきます。で、艦隊戦力ですね。イギリス軍第9、第10、第11と3個艦隊が入っているんで、まあ、これをまた撃破していく、まあ、そこからですね。またね、時間がかかっちゃう可能性はあるんで、さあ、敵の艦隊、これは潜水艦だな、イギリス軍の。まあ、近寄らないに越したことはないでしょう。では、主力、まあ、第2艦隊になりますが、この第2艦隊をちょっと先にだけ進めるかどうか迷うな。偵察機でも飛ばして、まずは敵の位置を探りましょう。発見したね。戦艦複数いるな。よし。では、とどめを刺すための決戦兵力として、
この第二艦隊も投入していきましょう。艦隊の動きがいまいちわからないけど、この向きでいいだろう。潜水艦沈没するよね。いや、結構ザクザク沈められてるな、ミカドの潜水艦が。で、偵察機も飛ばしておきます。何、敵の潜水艦だ。ここは高速で離脱しよう。もろに受けるぞ。しかも敵の大潜水艦部隊だ。一旦いや、敵の大戦艦部隊ですね。これはただ軽い艦影だな、すべて。だったらちょっと撃ち合おう。よし、ほぼほぼ敵の艦隊は壊滅させたかな。まあ味方もね、多少の損害は出ましたけど、これくらいだったら全然。味方で、どうだろう。速度に影響が出そうな、機関にダメージが出たものはないですね。まあ、
艦隊自体はだいぶ減らされてはしまいましたけど。間違いなく味方の、いや敵の艦隊はいなくなってるはずなんで、しっかりと、今回こそ北海を取りにかかりましょう。ちょっと待って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 、敵の潜水艦、ここは高速で逃げ切ろう。いやー潜水艦怖いなー、イギリス軍の潜水艦も。だいぶ艦列が細くなっちゃいましたけど、しょうがないね。いや潜水艦だけはもうドキドキしちゃいますね、本当に。ちょっと夜を待てないので、昼間の基地攻撃という危険な任務にはなりますが、挑みましょう。ちょっと待ってね、占領はちょっとできなかったか、待てなかったね。陸戦隊を送り込むのが早すぎましたね、完全に。本当だったらこのタイミングでね、あの揚陸艦出せば敵飛行場を確保できたんですが、まあちょっと残念ですね。味方の方の損害確認していきましょう。まず潜水艦が相当数沈められているのと、駆逐艦が1隻、揚陸艦が1隻撃沈されてます。あ、でもちゃんと占領してるね。 OKOK。北海の占領が成功したのは大きいな。じゃあ今回ね北海占領できたので、
とはいえ北海にいる艦隊だいぶ傷ついているので、一旦艦隊をまたバルト海まで戻しましょう。で第13と第14艦隊はこれもう合わせちゃおうかな。で第2艦隊の中に傷ついた、第14艦隊の大発見のこれも入れちゃいます。で逆に揚陸艦を引き抜きましょう。で第2艦隊はバルト海、第13艦隊はこのまま北海にとどまりますと。で第14艦隊も一旦北海にとどまりましょう。で代わりにといっては何なんですが、デンマークまで進出していた主力の第1艦隊から各艦隊ですね、これを一旦全て北海に集結させましょう。もうデンマーク沖が危険になることもなくなったので、全ての戦力を今度は北海へと集めます。どうなんだろうね、ドーバー海峡を先に取りたいなって気持ちにもなるな、こうなると。まあ無謀説もあるのでちょっとやめてはおきますが、では第一飛行場から全ての飛行機を引き上げましょう。もうここがね最前線ではなくなったので、もちろん北海が落とされたらすぐに戻さなきゃいけない戦力にはなるんですけど、まあ、一旦ね北海で飛行場を1個確保したのでこれを使わない手はないですよね。で第1飛行場には航空機を配備しちゃいましょう。で心もとなさすぎるので、まあ、直縁この辺りはいいでしょう。ユンカースを、94まで増やします。これでどうだ、しばらくは耐えられるんじゃないかな。はい、では今回北海の攻略いたしました。いかがでしたでしょうか。次回はですねまたこの続きとしてシェトランド沖、ノルウェー沖へと進行するのか、あるいはドーバー海峡を取りに行くのか。これドーバー海峡もなんか取れそうな感じするけどね。第一艦隊しか入ってないもんね今。先にドーバー海峡を取っちゃって、ここにドックを確保するっていうのもありですね。まあイギリス軍を早々に駆逐するという意味では。はい、では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。